こんにちは。DココチャンネルのDココです。今日はピタデフォルメアクリルキーホルダー5を開けていきたいと思います。コンビニで見つけました。これです。何種類あるんですか、これは。12種類です。ラインナップ。ラインナップを教えてください。炭治郎&ねずこ、あがつま善逸、ましびらいのすけ、富岡牛、胡蝶しのぶ、煉獄京次郎、うずい天元、いぐろおばない、姫島行面、甘露寺みつり、品津川さねみ、時藤無一郎です。このまま箱でいけば、なんか12種類で12個入ってたんだよね。入ってて、揃うかもしんないです。検証してください。はい、どうぞ。一つ目。一つ目なんだ、あ、待って、なんだと思う。私は、順番の、炭治郎&ねずこだと思う。まあまあ、じゃあ煉獄ちゃんに しとこうかな。まだわかんない。ちょっと大丈夫。あ、ちょっと無一郎くんが出ました。一発見たら、無一くんです。無一くん、無一郎。じゃあそれごとに入ってるってわけでもないんだね、うん、それかどうだろうね。後ろから入ってる。同じのあるかもしんないね。2個目開けやすいです。あ、サネミ。サネミです。かわいい、かっこいい。かっこいいね、このサネミ。うん。ピタ。3個目。次なんだと思いますか。ええー。バラバラで出てきましたね。違うよ。見てください。じゃあ甘露寺みつりちゃんかな。甘露寺みつりちゃんかな。後ろから入ってるとか。あ、そういうことか。そういうことじゃない。みつりちゃんだったらそうかもね。みつりちゃんだったら順番に入ってる。うん。さーて、みつりちゃんなのか。かね。かね。せーの。あれ。姫島さんだ。姫島さん。バラバラですね。バラバラ。でもここはさ、順番にちゃん入ってたけど。かわいい、泣いてる。4個目いい？ 4 個目。なんだろう、じゃあ次。うん。煉獄ちゃんにします。じゃあ私は、しのぶさん。あ、おばないで。おばない。あ、次みつりちゃんかな。じゃあそうであってほしいよね。かもしれないしね。かっこいいじゃん、このおばの。かぶら丸がかわいい。うんうんうん。5個目みつりちゃんがいいね。みつりちゃんがいい。だってでも何気に牛来たりしてね。まあね。あ、うすいさん。うすいさん、かっこいい。6個目でもほんとバラバラじゃん。そう、バラバラ。でもさ、まだかぶってはないね。まだかぶっていいわ。じゃあ、あ、しのぶちゃん。綺麗、なんかこれ。しのぶちゃん。7個目。なんで掃除機の音が。
行きます。あ、牛さん。あ、しかも見て、ほら隣同士でした。牛さん、牛さん、8個目。かわいい。しかも縛られた人じゃん。縛られた人。うん、ほら、伊之助、ほら、見てごらん。あ、牛とね、ってことね。今は、1、2、3、4、5、6、7、8、9、9個目だよね。9個目。ここでみつりちゃんやっときました。かわいい、このみつりちゃん。煉獄ちゃんと誰だ、あと出てないの。煉獄ちゃんと ねずこ炭治郎。聞いてます？はい、1、2、3、4、あと何が出てない？ね、え、あと出てないのは煉獄ちゃんと、煉獄さんと、あと炭治郎善一と炭治郎ねずこ。はい、炭治郎ねずこ。さ、炭治郎とねずこは炭治郎ねずこだけなの？え、炭治郎とねずこって炭治郎ねずこしかいないの？そう、こんな個体はないんだ、一人一人のは。あら、チョコちゃん、チョコちん、あの猫です。わかるか？見てわかるだろ、猫だ。いきます。待って、誰だと思います？もう次こそ煉獄ちゃんですね。私全員つくと思います。せーの。お、煉獄さん、煉獄ちゃんで、顔が可愛い、めっちゃ可愛い。よりめってますね。今は1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、あと何個ですか？あと2個です。今は11個目です。え、じゃあ全員な気がする。そうだね、最後にねずこ炭治郎で締めたいね、うん、え、もしかしたらこれがねず&炭治郎かもしれないし、最後が全員かもしれない。あ、全員かわいすぎる。あーって泣いてるじゃん。かわいい。作りがかわいいですね。最後の1個です。12個目。真剣ですね。これは真剣に食べるでしょ？もうこれはかぶってます。はい、出ました。タンネズ。タンネズです。安定の兄弟だね。安定の兄弟。どうですか？今日は箱で買ったけど、順番はね、そう、バラバラ、順番はバラバラだったけど、最初にむいちろでよかったです。次出たのは、次出たのはそねみです。次が姫み姫島行明です。これはイグロバナイです。これはウグイ天元です。ピタデフォメです。かわいいよね、顔の作りは。しのぶさんかわいいです。次は富岡牛です。かっこいいね。なんかこれだけなんかここが開いています。これはハシビラ伊之助です。命系かわいいんだけど伊之助。これがカンラジミツリです。このミツリちゃんめっちゃかわいい。めっちゃかわいい、なんかセクシー。セクシー。あ、セクシーでしょ。
あ、見てください、見て。煉獄ちゃん、煉獄さんです。しかもこれ、同じに入っていました。何同じって。え、つごこつごこだから。次が善逸です。泣いてます。泣いちゃって、赤ちゃんみたい。赤ちゃん。これが炭治郎&ねずこです。これが一番レアなかもしれない。そうなん。でもよかったね、コンプレートできて。うん、うん、コンプリートです。 Congratulations。 じじーん、じじーん。はい、はい、今日はピタデホメアクリルキーホルダー5を開けました。結果はコンプリートしました。イエーイタコで買ったけど、バラバラに入ってたけど、なんか全部揃ってよかったね、よかったなと思いました、うん、また見てくださいグタグタすぎない？最後ちゃんとチャンネル登録お願いします。チャンネル登録もよろしくお願いします。次の動画も見てね。バイバイ。